今日この INFP にしたのはこんなコメントをいただいたんですね、はい、コメント読んでもいいと言われてます、はい、ポンポコポンさんですね、はい、でコメントをいただいてですね、要は INTJ のところでコメントをいただいたんですけども、はいはい、要は自分が INTJ なのか、うん、INFJ なのか、うん、分からずモヤモヤしてると、うん、2年ぐらい前に MBTI を知り INTJ と診断されとあって、これはまあ、うん、診断はしないっていう話なので、公式は公式の方のお話だとしないんでしたっけ。セッションはする、うん、でセッションして話してフィードバックはする、うん、その中でどう受け取ったかっていう話なので、うん、あなたはこれですっていうのは、うん、やっぱりこのエニアグラムと同じで探していくものらしいっていうコメントを読ん、あのツイッターを読んだことがあります。でもそれを診断って言ってる可能性はありますよね。この人それを診断と言ってるかもしれない、はい、けど、うん、公式では診断とは言ってませんっていうことなので今ちょっと付け加えました、うん、はい、はい、でまあ、なのでもしかしたらその公式で自分で INTJ って今ご納得されてるかもしれない、はい、というのはその完璧主義とか戦略家っていうのが自分に当てはまるとこが多く、うん、ただその特に強く揺さぶられたのは主機能の 内向的直感、うん、NI の記載ですと、うん、今まで誰にも理解されず、うん、自分でもうまく説明できなかった感覚が言語化されとるやないかと、はい、であそこで安心などいろんな感覚に包まれたと、うん、でも自分はこの INTJ にしては、うん、感情に引っ張られすぎているなと思うところが多く、うん、例えばその自分の気持ちをわーっと話をしていると、うん、目に涙がたまる、うん、これ私がある症状ですね、はいはい、とか、うん、その表情が暗い人を見かけると、うん、どうしたんだろうと気にしてしまい、うん、気分が晴れないなど INTJ よりもどちらかというと INFJ の項目に当てはまるところが多く、うん、その INFJ にも調べていると、うん、で、まあ、INFJ、INTJ、うん、どっちも読むけど、うん、どっちも分かるってなるぞ、うんうん、どっちなんでしょうね、はい、っていうところで、はい、でちなみに、はい、エニアグラムでは、うん、タイプ5が10点、うん、タイプ1が8点、うん、タイプ4、8、9が7点となります、うん、ソシオニクスでは LII か SLI が出ました、うん、という、はい、よければ相談に乗ってくださいと、うん、というところで、まあ、隊長が答えればね多分これは理論的にお答えしたんでしょうけど、はい、これを発見して先にコメントを返したのが私、うん、はい、この M8 でいうところの、はい、M8 じゃない方ですね。 M8 の方ですよ。理論家じゃない方、あのセットですよ。ありがとうございます。っていうコメントが最近多いですもんね。分かってらっしゃるじゃない方、はい、分かってない方の私がですね、なんだか隊長と話をしてるみたいだと思ったんです、はい、要はこれも分かる、うん、ああこれも分かる、うん、これも分かる、うん、これは J かと、うん、って思ったんです、ね、はいはいはい。ってことは INTP か、うん、INFP なんじゃないんですか、うん、これはでもどうぞ。主機能が NI だからじゃないですか。 NI だと主機能が NI だと、だと可能性に目を向けるので、はい、可能性でいくとこれもあるこれもあるこれもあるじゃないですか。あ、それは直感ということですね。直感、認知ではなくて、はい、なるほど、うん、じゃあ隊長がそうやって答えればそこで終わってたかもしれません、はい、ただ私はそれで返そうと思ったけどやめときました。今週 INFP の相性をやろうと思ってたので、はい、ちょっとこれを触りたいなと思って、はいはい、で僕はね例えばこの方と話をしてて、はいはい、いやなんか変な人とか変わってるね僕のことじゃなくて、例えば変な人ってですよ。人と話をしてるときに、はい、なんかあの、はい、変わってますねとか、うんうんうん、あの、ま、変とは言わないんですけど、はい、あ変わってるっていうのって、うんうんうん、僕の中ではああそうだよと、うん、あの僕は僕だからねっていう、うん、その変わってるは僕にとっては褒め言葉なんですね、うんうん、なのでそういうなんか変わってるって言われるのが嫌だみたいなことが書いてあったので、うん、はい、いやそれって褒め言葉ですよ
褒め言葉かどうかは分かんないですけどね。で僕は返したんですよ、うん、褒め言葉だと思いますよって。そうするとやっぱり僕はそういうそれをその褒められたくないと思うと、あ、褒め言葉だとは思わない。そのそれはまあな捉え方の問題じゃないですか。独特とかこの例えばエニアグラムでタイプ6の説明とかすると、はい、二等辺はディスってんのかとか言って言うじゃないですか。あ、まあ刺激されますからね、はいはい、でも別にディスってない忠実な人って別にディスってないじゃないですか。いや今犬って言いましたよ。でもそれと同じ感覚じゃないですかみたいな変わってる。あ、じゃあ隊長、うん、忠実な人って言われて別に問題ないですよ。いや多分隊長はね、うん、何言われても問題ないって言うんですよ。いやあからさまに、うん、何て言うんでしょう、悪口なんかバカとかね、アホとか、うんうんうん、そういうのは多分イラッとすると思うんです、うんうんうん、ただそうじゃない場合、うん、その独特とか独特値忠実って言われても忠実に心当たりがないんで、はい、え忠実とは思いますけど、はい、ディスってるとは思わない。忠実ってことに対して、なるほどなるほど、うんうん、で多分この方はね、はい、INTJ でピンときたよっていう方は、はい、今まで誰にも理解されない、うん、でただ自分はその完璧主義戦略家みたいなところを自分で思いつつ、でも多分それは何て言うんだろう、もう人とは違うっていうのは自分で分かってるわけですもんね。分かってるから嫌なんじゃないですか。でも独特って、うん、この戦略家とか完璧主義だったらね、うん、独特じゃないとおかしいじゃないですか。独特であるべきなんですよ、そういう 人は。分かんないですけどね。だって人をはめようとするんですよ、うん、戦略家って。別にはめようっていうわけじゃないですよねはめようじゃないですけど、物事をうまく進めようとする、はい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 、でも要は周りなんてね、うん、何も考えずに生きてる犬ばっかなわけじゃないですか、うん、はい。その中でいや俺って戦略家だっていうことは、うん、もう独特なんですよ、っていうのは分かってるはずなんですよ。でなんで言われて悪口だと思いますか。落ち込む必要ないじゃないですか。それはああそうだよって、忠実でもああそうだよって言いますかって話です。同じですよ、受け取り方の問題じゃないですかって。僕だからね、でも忠実ってね、うん、忠義の人とか言ったらかっこいいじゃないですか。犬かって思うんですよ、ね、えなんでやっぱ犬っぽいかってなるわけじゃないですか。尻尾が見えたのかなって思うんですよそれはでも悪意を持って言えばそうなりますけど、はい、まあそうじゃなければ独特は褒め言葉ですよ。独特も褒め言葉じゃないですよ。たちは独特って言われてどう思います。別に何も思わないですなるほど、はい、嬉しくもない。まあ、何言われたら嬉しいですか。何言われたら嬉しい、はい、できる人じゃないですか。あなるほど、うん、僕ねできる人って言われると、うん、違うな、お前見たんかになりますね。俺はできるところなんて今まで一回も見してねえって思うんですよそれはこうなんかコンプレックスがあるんじゃないですかなるほど、うん、っていう、うん、ところでやっぱりこれだけじゃタイプは分かんないです。で僕が思うのは、うん、なんかタイプなんてもうなくていいじゃんって最近思ってるんですね、うん、なくていいっていうのはあるのかっていうところで、あるのかっていうか作ったんですもん。そうだ、そうなんですよね、この、うん、であとはいやこの箱があるわけじゃないですか、うん、IN なんとか、うん、ES なんとか、うん、で要はそのタイプになるとこの箱に入れられちゃうわけですよね。あこの人はこのタイプってこうやって言うってことは、うん、あなたはこのタイプなのねって箱の中に入れられるわけじゃないですか。名前ですよ。俺入れんなって思うんですね。名前ですよ。二等兵と一緒じゃないですか。この人を二等兵って名付けました。ってことは16人しかいなくなるんですよっていう話ですよ、はいはい、それが、はい、なんか初めはね、うん、悩んでる時はこの自分が書いてあるようでっていうのは、うん、エニアグラムとかでも、うん、そうだねって思ったんですけど、うん、最近はなんかこっちでも僕こっちでも僕って、うん、どこでもいるわけじゃないですか、うん、多分今日今から INFP やりますけど、うん、多分その中にもいますよ、うん、F があるからか、まあ、まあまあっていうと T の人にも F はあるわけじゃないですか。ありますよ。っていうと僕の中にも外交型だと思ってますけど、うんうん、本当に最近は思ってます。本当に外交型かと、はい、むしろなんか内向型の方が強いんじゃないかと、うん、でこういう時だけなんて言うんでしょう、バルブをキュッキュッて緩めてですね、はい、わーってで要はって、はい、それをなんて名付けたかって話だと思うんですよね。
はい、このタイプとかって、はいはいはい、まあ分類じゃないですか。分類です。そういう人のことを何々って呼びますって名前をつけただけの話だと思うんですよ。明るく振る舞ってる人を何々ってつけましたみたいな。はい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 。でそこにいろいろこう引っ張ってくるから、あれでも本当はこれは自分じゃないみたいな、本当は隠してるこっちがいるんだみたいなことを言うから、はい、多分ややこしくなってくるんですよ。だったら大将その辺どうやって処理されてます？別に何も処理する必要はないですよねっていうとこだと思うんですね、はい、でここで悩むと、うん、私って NY いや違うみたいなのって、うん、多分そんなに考えなくてもいいんじゃないですかみたいなのをお話したときに、うん、その辺が多分、はい、なんか仕組みとして分かると納得いくみたいなのは僕にはある。でこのポンポコスポンさんは、はいはい、要は僕がそういう話をしました、うんうん、入らなくていいじゃんって自由なんだよって言ったときに、うんうんうん、いやなんか僕はねその今まで雰囲気や考え方を人から変わってる、うん、独特と表現されることが多くて、うん、いや僕は普通に生きてるだけなのに、うん、マイノリティに分類されやすい生きづらさを感じていたと、うん、で MBTI を見た時に、うん、あそのこんなものがあるのかと、うん、俺のこと書いてあるやん、うん、で決められた枠に入れるもんなら、うん、むしろ入ってみたい、うん、という自らが入れる枠を積極的に探してしまいました、うん、っていうコメントもいただいたんですね、うん、でもこのエニアグラムでも、うん、あこれ今日エニアグラムじゃないんですけど、はい、要は枠になる話じゃなくて、うん、枠から出る話じゃないですか。箱から出る話、目的としては、はい、自分のこの自動反応、うん、いやいいとこもあるよ、うん、でも悪さするところも分かってきた、うん、だったらこの悪さするところってなくせるよね、うん、でやめたって出る話ですよね、うん、何でもなれるやっていうのに気づくツールだと思ってるので、うん、以上です、うんはい、だからそんなに探していこうぜっていうところですよね、うん、って僕は思ってるんですけど。何を探す？いやなんかあ探していこうぜっていうのは別にタイプなんです。ごめんなさい、探せなくていいですね。探さなくていい今適当に言った、ごめんなさい。探さなくていいですよ、はい、やりたいことをやろうですよ、うん、そこで、はい、なんか多分このタイプって、はい、自分に何が向いてんだろう、何に向いてないんだろうみたいなところじゃないですか最初って。はい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 、うん、で自分はこのタイプにしっくりくるからこういうことに向いてるんだみたいなところが人気あるんじゃないですかね。なるほど、はい、それについては、うん、最近あの、まあ近々動画で、はい、あの USJ を復活させたマーケターっているじゃないですか、森岡剛さんが、うん、自分の中の好きを見つけるっていうすごい分かりやすい方法を紹介していたので、これまたどこかで取り上げたいと思ってるんですけども、今日はこの僕が一瞬このポンポコポンさんを疑った INFP の紹介を相性ですねさせていただきます。はい、